膨らんだお腹や垂れた胸、気になる姿勢、今回のプランクで改善していきましょう。毎日ウォーキングしてもなかなか続かない、きつい筋トレ頑張っても三日坊主、今回のプランクを朝晩1回たった5分やるだけで体は劇的に変わってきます。スマホ顔の前を置いてやっていきます。プランクの状態から二の腕をタッチしましょう。初級者は膝をついて、体重移動をして二の腕タッチです。辛い人は膝ついてください。マイペースでいいですからね、最後までやることが大事。 OK、 今度は交互に足を動かしていきます。きつい人は膝ついてやってください。こういう感じ。頑張れる人はプランクの状態、オッケー。止めながら続けてもいいですからね。今度はこの状態でオッケー、交互に気をつけ。辛い人は膝ついてください。マイペースでいきましょう。今度は横に歩きます。今度は膝をついてお尻を後ろに下げましょう。腰を丸めたままで通ります。無理するとね、腰が痛くなるんで一回腰を丸めて伸ばしましょう。肘と膝ついたままで交互に膝を伸ばしましょう。このままでお尻を動かします。
上向きです。手を伸ばしてキープ。スマホ見ながら疲れたら寝ましょう。最後は足を伸ばして転がります。OK! やった人はコメントで感想教えてね。頑張って続けよう。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。